はい、ということでですね、第2部なんですけども、いやー、はい、第1部で相当ね、ヒートアップして最後の方、そうです、あの荷物が来て、ぶつ切られたっていう終わりなんですけども、何話したか忘れました、そうだね、ちょっとね、クールダウンして、俺も忘れたんで、うん、皆さんも忘れてください、いやいや、それはか、もう全部残るから、じゃあ今回は、第2部、クールダウンしてですね、ファッション批評っていうものを語りたいんですけども、はい、まずですね、ファッション批評とは何ぞやと、はい、どんな動きなんぞやっていう話を少しだけしようと思うんですが、はい、あのね、まず、ファッションは語り始めたというね本が2011年ですね、はい、フィルムアート社から出てるんです。で、俺は心の師匠と思っている西谷真理子さんがいるんですけど元ハイファッション編集者の副編の西谷真理子さんという方がいるんですが、まあ、かっこいい人、本当にかっこいい方なんです。最後の号が自由自在小室でギャルソンの人ですね、最高ですねで、まあ、その西谷真理子さんが、まあ、責任編集をしているファッションは語り始めたというね、本が出たのが、はい、まあ、なんていうんですかね、一番初めのこう始まりだったのかなと思います、はいはい、で一応まあ始まりって言ってるんですけども、西谷さん冒頭で、書いてらっしゃるのが、ですね、ファッション批評がどこから始まったのかみたいなことを書かれてるんですよ、はいはい、それが、今年の2月だなんでこう出したのは 何年だっけ、2010年、ね、あ2011年だね、2011年の2月ですね、2011年2月に開かれたドリフのファッション研究室の最終回、ファッション批評は可能かで、ここで芦田博さんと千葉雅也さんの刺激的な対談が持たれたことは、カミングアウトの大いなる、あ、なんて読むんですか、きっかけ、何きっかけですね、はい、きっかけ、じゃあきっかけですよ、なんて一条目一条、おい、うん、一条となった一条となったと、まあね、ちょっと僕 の頭の悪さを書いてたんですけども、はい、一条となったうまいこと言ったねじゃあ一条となったと、はい、はい、っていうふうに、まあ、書かれてる通り、あの、まあ、西谷さん的にはここからファッション批評っていうものが、あの、なんていうかな、表に可視化されたっていうふうに語ってらっしゃるんですけども、はいはい、あの、まあ、僕自身ね、あの、どこでじゃあお前ファッション批評を知ったんだよっていう話になるんですけども、チェンジファッションというあのウェブ媒体がありまして、ほうほうほう、あのね、そこで結構そのファッション批評っていうのが持ち上げられてたんですよ、うん、でかつ、このファッション語り始めたとかが出たらへんから、うん、ここら辺の界隈の人たちの動きが活発になってきて、頻繁に原宿渋谷周辺でトークショーを行ってたんです、はいはい、で、まあ、ドリフの今言ってた研究室っていうのがあったし、まあ、その発信の語り始めたに関するものもあったし、そこら辺のタイミングであれですよね、考える服ら辺の展示も出てきた、そうです、あのオペラシティの、そう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 、で出てきて、で多分ね、若者の人たちもそこら辺で興味持ち始めたんですよ、はいはい、でそれの一つの、一条、まあ、さっきの話で一条です、ね、早速使いました、ね、一条となってるのはですね、はい、あの見切り発信というショップがありまして、はい、そこのオーナーをやってるディレクターかな、ディレクターやってる山口聡太さんという方、でこの方が多分ね若者に輸入してきたんじゃないのかなって俺ちょっと思ってるんです、うん、で今もその見切り発信にはファッショニスタ置いてありますし、あの新しいやつね、先ほど出るあのバリタスも、置いてあるので、まあ、そんな感じで若者にも輸入されてきたんだと、ファッション批評が、はいはいはい、でファッション批評を語る上で今一番注目されてるのは芦田博さんっていう方が一番注目されてますね、かなり若い方で、あの京都 の財団 KCI か KCI で働かれてる方なんですけども、働かれてて今は京都精華大学、そうだね、精華大学の教授というか一応弁取ってるんですけども、あの、まあ、そういう方がやられてると、でその方が、まあ、中心というかここ先立ってファッション批評をやっていこうということになって、ファッショニスタっていうのを水野大二郎さんと、はい、大二郎さんと一緒に刊行したっていうので、まあ、だんだんそのファッション批評っていうものが実際にこうなんていうものとして、あのどんどんアーカイブされていくというか積まれていってるというのが今の現状なんだよね、はい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 、うん、でまあ、ここにもその本を読むとすごくよくわかるんですけど、いかにファッション批評っていうのがあまりいい感じで受け入れられてないよっていうのが著者の方々にもまず最初に冒頭に書かれてるんです。なるほどなるほど、うん、でファッションっていうものがその批評できるのかっていうのが未だに全然議論されてて、かつそれが好意的に、まあ、もちろんね、あの示してる人たちはいっぱいいますよ、いっぱいいる中で、かつ、はいはい、何ファッション批評ってみたいな軽減な顔をする人もそれの2倍か3倍ぐらいは持っているぞというような現状、うん、なるほど、だからね、はっきり言ってまだ全然動きとしては対極的に見たら超ちっちゃいもんだと、へ、認知してるんじゃないですかね、ファッションだから、はいはいはい、本当にこれからだっていう風な感じでやってるんですけども、はいはい、ファッション批評って何ぞやと、はいはいはい、
で批評ってまず何ぞやって話なんですけど、そこちょっと熊くんにさ軽くね、批評って何っていうのを喋ってよ。怖いでしょ。だってなんか批評とは何かみたいなの語るのが好きっていう人が多分ネットにはたくさんいらっしゃる。そうなの？そりゃそうだよ。なんかさ、批評っていう言葉は本当大好きでしょっていう人もいるでしょ、たくさん。芦田さんがさ、あの媒体で結構語ってるのは決して批判じゃないと、ま、そうだよそうだよ。そっから確かにね、その批評に入る人はまずだって俺らの第1回でもそういう話をしたもんね。あ、そう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 、愛があるから、批評っていうのが生まれるんだと、で残していきたいっていう気持ちがあるから生まれるんだっていう話をしてましたよね。そうだね。でアートにもさ批評っていうのがあるじゃないですか。はい。で芦田さんもそのファッション批評がなぜ必要かっていうことはまあ常々語られてるんですけど、はいはい、そのアートっていう側面から見て喋ってもらってもいいんだけど、なんで批評って必要なのっていう話、まずちょっとでかすぎるね。そう、でも本当に簡単なところでいいんだけど、まず、うん、いやでも批評は必要だと思ってるし、うん、ファッションとの対比で言うならば、うん、もう美術批評はもう昔から、うん、まあ、昔かどこか分かんないけど普通に戦後とかは、うん、ちゃんともう基盤があって、はい、それこそ美術手帳っていうのがあるし、うん、美鈴っていうのとかもあるし、とかもあれが一旦になってるわけだ。そうそうそう、そっかそっか、っていうなんか結構そういうなんか媒体がちゃんとあったから、うん、そこはまず違うよね。ファッションには媒体がなかった、ね、ないね、ファッションで美術には媒体があったから、うん、そういうまあ、いろんな他にも媒体はたくさんあるんだけど、うん、そういうところで批評っていうのは展開されたし、うん、それこそなんていうか戦後日本の美術 の、うん、あの美術批評のなんか御三家みたいなのに言われる人もいるの、うん、羽生一郎、遠野義明、はいはいはい、であと一人はあと一人がいて中原雄介中原雄介がおーよー危ね危ね、うん、それいて、うん、でもそういう人がいるし、うん、で現時点でも沢良木乃さんとか、うん、松井みどりさんとか、うん、そういう方々がいらっしゃって、しかも結構、うん、まあ、そういう形でファッション批評は機能してると思うし、うん、だから媒体の違いだね。なんか残していくってのがさ結構芦田さんは言ってるじゃない。はいはい。それはさ、なんか具体的に噛み砕くとさどういう意味というかどういう意味になると思います？なんかファッション批評は残していくためにやるんだって言われてもちょっとさファッション批評知らない人にはピンとこないじゃん、うん、残していくみたいな、え別に残っていくじゃんみたいな、別にある意味変な話こうまあ人の記憶の中に残ってくんじゃないのみたいな感じにもなったりするじゃないですか。でもなんかそれはすごいよく分かって、うん、なんて本当になんていうか語られなかったりすることっていうのは、語られなかったり文字化されないことっていうのはもう急速にアーカイブがなくなっていっちゃうから、なるほどね、っていうののまず前提としてあるのは、うん、やっぱりすごい大冗談から言うけど、うん、あんま日本ってやっぱジャーナリズムが機能してないと思うから、はい、ファッションよりもまた機能しているとされる美術でも、うん、あのまともなっていうか現代美術の雑誌は美術手帳しかないし、うん、それってよく問題だって言われてるの、うん、もう海外だともうアートフォーラムとかさ、はいはい、いろいろアートインアメリカとかあるけど日本はそれしかないし、しかもあの版型がちっちゃいっていうのもよくさ、うん、文句言われてて、うん、なんか海外だともっとでかいのよ、うん、だけどだからあんなのでなんかそういうポートフォリオっていうかさ、そういうなんかちゃんと載せられるのかみたいな、あサイズ的な問題と、まあ、これはちょっとどうでもいいけど、うん、なんていうかあれぐらいしかないから、うん、で他にもなんていうか普通のさあの大手五紙みたいなところで、うん、あんまりまともに、まあ、それこそ たまにあの誰さんか忘れたけど一つの新聞ではすごくいい展覧会表を書く人もいるんだけど、うん、基本的にはああいうのがちゃんとニュースにならないじゃん。ならないね、うん、だからそういう現状を考えるになんていうかしっかりなんかやるべきだと思った人が意図的意識的に残していく努力をしないと、うん、もう一般的なメディアのあのちゃんとジャーナリズムが機能してないからやる必要性がやっぱあると思うんだよね、うん、ジャーナリズムが逆に機能すればどういう結果になるわけ？いやそれはね、あとのこのバニタスにあと 2,3 分で本編に入ろうと思ってて、うん、結構これのところで一番触れたいと思ってた部分があるんだけど、うん、あのこういうところに載る文章って大きく分けて2つあると思う、俺は思ってます。なるほど。それは、事実確認的な文章と、うん、もう一つが、うん、批評的な外しの文章っていうのがある、うん、でこれどういうことかっていうと、はい、で俺が、結論としては、うん、事実確認的文章が圧倒的に足りてないっていう前提として喋ろうと思ってるんだけど、なるほどね、事実確認的っていうのは、うん、まあ、具体的に何がいつどこであって、はい、でそれはどうみんなにっていうかこれとこれとこれの中ではこう捉えられてて、うん、それはこういう影響力があるだろうっていう文章、うん、でこれが圧倒的に足りてないし、うん、俺は一番読みたい。でもう一つが批評的外し文章っていうちょっとうがった、名前の付け方しちゃったんだけど、うん、まあ、これどういうことかっていうと本来は
事実確認的な言説の上に立たなければならないものだけれども、うん、そういう基礎的なことを踏まえた上でだけど私はこうだみたいな、うん、ちょっとうがった見方としてこうぶっ込みますよとか、うん、そういう文章とかちょっと詩的にさ詩的な文章で遊んでみたりとか、うん、そういうのがこういう事実確認的な文章のもう一つの上に乗っかるべき文章としてあると思うんだけど、うん、結論を言うと、そういうファッション批評においててかもう全然読んでないんだよ俺は、うん、ファッション語り始めたとファッショニストとバニタスと、うん、あとネットにいくつかの文章しか読んでない上で断言しちゃうけど、うん、事実確認的文章が全然充実してない上で、うん、その上に成り立つべき批評的な外し文章がいっぱいあるから、うん、なんていうか批評的外し文章だけ読んでも別に楽しくないし、うん、それはあまりアーカイブ的な機能を果たさないから、うんなんかそう事実確認的文章が充実してたんだったら批評的外し文章がいっぱいあってもいいんだけど、うん、もうそこが全然基礎がないから、うん、まず基礎整えた方がいいんじゃないかみたいなことは割と思ってて、うん、っていうところでも入っていっていいから、うんうん、でも一つね聞きたいんだけどこれ単純な話でさ例えばこう批評家っていう方がいるじゃん、うん、で今の事実確認的な話とかすると例えば一つのブランドがポーン出てきたとですごい騒がれてるでその批評家の人がこれは この年代のこのブランドに影響を受けて今で言うとこの立ち位置にこういう考え方でいるからこういう立ち位置なんだっていう風に批評するじゃん、うん、それが合ってるっていうか変な話、うん、どこでその基準を決めるのって思うわけ俺の中であこの2つの今の区分けいやそういうことでその批評の正当性っていうか、うん、そんな基準ってある意味誰も別に持ってないわけですその人が言ってるだけっちゃ言ってるだけだわけでも本当批評ってそういうことなんだと思うじゃあそれはさなんかある意味その残ってく批評っていうのはみんなが大衆的にそれは正当性があるぜって思ったのが残ってくってことでもさっきのその事実確認的っていうのと批評的外し文章っていうことで言うと、うん、その批評として自立するというか、うん、そういう文章っていうのはもうほとんど批評的外し文章だと思うんだよね、うん、だから俺は詳しくないけど、うん、今からもう断言口調で全然がぜん言っていくけど はい、はい、小林秀夫とかも、うん、なんか私はなんかゴッホの絵の前に立った時に、うん、なんか雷の音がしてゴッホの全てを分かった気がしたみたいなこれ間違ってると思います知ってますけど言ってますけど、まあ、こういう感じなのよえちなみにその小林秀夫って人は誰だなんで知らないの一番有名だよだから戦後最大と言われるような、うんまあ、文芸批評家で、はいはいはい、だから考えるヒントっていうのを書いてたり、うん、文春文庫で出してたりとか、うん、あとモーツァルトとか、うん、あとはねなんだっけあの人だからすごいさ骨董とかも、うん、最後の方は好きで、うん、そういう人たち のとの交流の中で、はいはい、いろんななんていうか文章を書かれた人で、うん、私は分かってそれを書くみたいな感じの人でそうだから戦後最大だし、うん、であとはまあ江藤淳とかいろんな批評家みたいな人はいるけど、うん、だからほとんどの人がだから批評的外し文章でだからその文章として論理として成り立ってるかどうかは、うんまあ、怪しいけど成り立ってるんだろう、うん、だろうけど怪しいけど、うん、でもなんていうか触発されるっていうか、はいはい、その文章を読むことで、うん、触発して得られるものが多いからこそなんか何回も読まれるものであるというだから本来批評っていうものが大部分が批評的外し文章になっていいんだよなるそれは触発するっていうことも批評の大きなウェイトを占めてるからああそうそれはなんか分かりますだけど基本的にさ、うん、そういう文芸批評的なことっていうとさ事実関係は普通にアーカイブにはなるじゃん、うん、やっぱ文芸誌も 5冊もあるしさ、うん、で新聞とかも文芸のことについてはいっぱい書くから、うん、それはさっき言った事実確認的文章がもう埋まってるからその上でいくら外しの文章を書いても、うん、好きな人が読めばいいってなるわけ、はいはいはい、だけどファッションはさまだその段階ではないじゃんきっとそうだね知らないけどね先見新聞とかなんか試し購読みたいな5日間だけしたけど、うん、それ以外はそういうのを読んだことないからまあファッションの人は未だに読みたいとはまだ思ってないんじゃないですかまあっていうのがありつつ、うん、でこれも13分だから、うん、その本編に入っていくけどもいつ入るんだって話ですねまずですね、はいはい、そのファッションが語り始めたが2011年に発売と、はい、その後さっきの拡張するファッションが2011年の6月発売で、うん、2012年の春ぐらいにファッショニスタがありました、うん、で芦田さんと水野さん責任編集のファッショニスタの第1号、うん、でその後、去年の末に相対性コムデギャルソンロンっていうのがそれもフィルムアート社からありまして、うんで今年になって1ヶ月前か2ヶ月前にバニタスですね今年の6月7月に発売になったというのがあってまずもう本当にもうこのラジオはもう適当な感想をもう言ってちょっと責任はまあ取るけどごめんなさいっていうラジオだからまあとりあえず率直な感想を言います、ね、どうぞどうぞ言ってください。ファッションを語り始めたは超面白かった、はい、で
拡張するファッションも超面白かったんだ、うん、くて、うん、でファッショニスタもすごい面白かった、うん、で相対性コムデギャルソン論とバニタスはあんまり面白くなかった、うん、っていうのがあります。なるほどね。まあね、こういうの言った方がなんか面白いのかなって、うん、まあ、結論は欲しいですよ、ね、うん、ちょっと評価のさ相手になるじゃん、うん、っていうので、まあ、その話をちょっとしていきたいと思うんだけど、ファッションを語り始めたはさっき話があったけど、うん、本当に冒頭の芦田さん、うん、千葉さんの対談も超面白いし、そうですね、分かりやすいですよ、すで後の人たちの論考を読むことですごく具体的に、うん、あの今ファッションがどうなってるかっていうのをすごく分かるじゃん、うん、外観できるじゃん、うん、全然門外観でも、はいはいはい、しかも最後の方に結構さ超イケてるクリエイターたちのさ、うん、超イケてる座談会とかがあるからそれ読むことですごくさ刺激を、あの座談会面白いよね、面白い、あの座談会刺激を受けるじゃん、うん、でちょっと言っときたかったのが、うん、俺ね、あの鷲田清和さん、はい、が分からないっていうのがまずあるんだよ。へえ。で俺それ高校生の時とか、うん、大学入ってからも鷲田さんのファッションについての文章とか読んだんだけど、うん、正直なんかクソつまんないと思っちゃって、でそれはなんかやっぱさっきの話で言うと事実確認的な文章書いてるのかもしれないけど、どっちかっていうと本当批評的外し文章だなっていうのと、うん、あとなんか俺基本的になんかルーマンがどうたらとか言ってファッションのその言説の基礎とするっていうのは、うん、そういう感じのことはとかその身体論とかで、うん、あの根拠とするのはちょっと正直なんかよく分かんない、それは多分好き嫌いの問題なんだけど、うん、はいはい、なんかそういうのであの現象学でこうですと、うん、でルーマンがこう言っててだからこうですとか、うん、あのそういう身体論ではこうですとか、うん、アフォーダンスとか言われても分かるけど、うん、なんかそれはやっぱ俺には説得されなくて、はい、で批評的外し文章としてもあんまり面白いとは思わなかった、うん、っていうのがあって、うん、っていうのがまあ前段であるんだけど、うん、その点で言うと、その点で言えてるのか分かんないけど、ファッションを語り始めたらすごく面白かったし、うん、あとファッショニスタの中で も、はい、もう千葉さんの論考はまず超面白い、ね、でこれはきっと批判的外し文章と事実確認的言説っていうのが混ざったもので、うん、すごくギャル王についての文章っていうのは今まであんまなかったんですよ。だけど、はい、その部分についての事実確認がまずしっかりなされた上で、だけどさ、もう文章のはちゃめちゃ過激なベクトルっていうのを踏まえると、もう批評的外し文章の最北端を行くような文章で、うん、もう最高になんか俺はもう最初から最後までもうゲラゲラ笑いながら、もう最後はほろりと泣いてそんなに、いや本当に本当に、あれは多分もうちょうど日をまたぐぐらいだったけど、うん、まあ、夜の月とね星を眺めながら、うん、なんて日本語って美しいんだと俺は方向を上げそうになったけど、うん、っていうのがありつつね、うん、他にあの井上雅人さんとか、うん、小沢京子さんとか、はい、あのエディス・リマンロンかな、うん、石関さんって読むのかな、うん、あトム・ブラウンのことについて書いた文章とかがすごくファッショニスタで面白かった、うん、でアンリア・レイジの森永さんのインタビューもすごく面白くて、あ、面白いですね、はい、っていうのがあったんだよね。あとそのファッションセオリーについてのこの日本語訳を載せるっていうさ、この大胆さ、うんうんうん、なんか普通だったらさもっとさ、なんかちょっとこれはなんか単純すぎるかなと思っていろいろごちゃごちゃするけど、はいはい、もう訳をとりあえず載せることがファッション批評の言説の基礎にとって大事なんだっていうさ、うん、この圧倒的なやるべきことをやってるって感じが半端なくなんかすげえって思って、あとこのバレリー・スティールのインタビューとかもめちゃくちゃ面白いじゃないですか、うん、っていう点で俺ファッショニスタこれ発売当日にあの予約して渋谷のあのなんとかなんとかっていうあのどこだよかっこいい、あ、パブリック渋谷パブリックなんとか、あそこいい本屋です、あそこにも当日に買いに行ったんだけど、うん、ほんとこれはファッショニスタ素晴らしくて、うん、っていうので行って次バニタス、うん、でバニタスはなんか正直あんまり俺はグッと来なかった部分が多くて、うん、だけど、まあ、グッと来た話をしたいから、うん、グッと来た話をすると、うん、やっぱ南吾さんの文章が半端なく切れてるなって思った、うん、でまあちょっとここを具体的に、まあ、今18分だけどここを具体的に言っていくが、うん、南吾さんの、あ、で面白かったね、だから南吾さんっていう人の文章と、うん、渡辺さんっていう人の文章と、あとこの読み方が分かんないんだけど外国のその VESTOJ っていう、うん、あのファッション誌、うん、今4号ぐらいまで出てるファッション誌のインタビューのこの3つがすごい面白かった、南吾さん、渡辺さん、この VE なんとか、はいはい、で面白かったやつの話をすると、うん、この南吾さんはねもうなんかすごい批評的精神に貫かれてて、うん、なんかいろいろね、もうさっきで言うとすごい批評的外し文章のダイナミックさを味わわせてくれる文章なんだけど、うん、なるほどね、事実確認的言説の緻密さが半端ないんだよ、うんうんうん、だってさもうなんかもう用語からしてさすごいそのインテリア用語をさちゃんとしっかりガチガチに使ってくるから、うん、正直ね一読ではねなんか難しいんだよ。そうだね難しいんだけどやっぱね、うん、読み応えがあって何回も読ませるし、あとねこの最後のてかすごい偉そうだけどちょっと許してねそれでまあこれどういう文章かというと、陳列とキュレーション、ユニクロ、コムデギャルソン、デミアンハーストっていう文章で、はい、まあ、それぞれのその陳列、まずユニクロから見ていきつつ、うん、
コム・デ・ギャルソンに行って最後はデミアンハーストに行くんだけど、まあ、デミアンハーストって現代美術の作家でね、うん、っていうところで比較した上でね、最後の締め方がすごくうまいと思うんだよね、うん、あの長谷川優子さん そのキュレーション その定義とかを途中で、まあ、引用して、で最後にね、あのこういう感じで持ってくんだよ。だからある意味だからこの文章自体がキュレーションになってるわけ、はいはいはい、ユニクロとコムデギャラスの対比は分かるよ、うん、でもデミアハーストと対比する人は多分今までいなかった、いないね多分。だけどこれを対比する3つを並べるっていう時点で、うん、南郷さんのキュレーションも働いてるんだ。なるほど、働いてるんだが、はいはい、でこれで終わればね、うん、かっこいいその事実確認的言説と批評的外し言説をやりきったなと、うん、ファッショニスタにおける千葉さんの文章みたいなキレッキレだったなって終わるんだけど、うんはいはい、最後プラスアルファはねかっこいいんだよ、うん、この DSMG っていうこのコム・デ・ギャラソンが銀座に出したやつは、コム・デ・ギャラソンの名のもとにタブランドを収集選定し、美術館博物館のフォーマットに即して陳列する、うん、美術館博物館が他者の文化を支配する帝国主義的な眼差しと結びついてきたことを引き合いに出すならば、うん、川久保によるキュレーションはタブランドを自己のテリトリーに組み入れ、うん、ジブランドが支配者の位置に君臨するものとして前景化してくるだろう。ちょっとチクッと言うわけ、うん、チクッと言うし、その前段であの川久保霊の、キャリアから五行が刺すのごとくっていうすごいなチクッと入れつつ、しかもすごいなんかいいんだよね、そのバランスがっていうのがあったんだけど、うん、その後でただしそのキュレーションは川久保という人間のブラックボックスに閉じられたものであるがゆえに不透明性を免れ得ない、うん、ファッションデザイナーとしての創造性がキュレーターとしての創造性へと横滑りして受容されるに過ぎないとも言えるだろう、うん、キュレーションにおける作者性はどのように宿り、その創造性はどのように評価されるべきか、うん、キュレーションはどのように評価されるべきなのか、うん、キュレーションがインフレを起こしつつ、みんなキュレーション言うと、はい、ネットの人も言う、うん、で、アートの人も言うと、うん、キュレーションがインフレを起こしつつある中でキュレーションそれ自体の評価と批評の情勢が待たれると、うん、ある意味すごい自分が今回こうやってキュレーションしてさ、うん、やってきたことについての批評性もあるんだよ。うん、それを結末に持ってきてるっていう上ですごい良かったし、はいはい、さっきのこの渡辺さん、なんていうのかな、陽弘さんかな、うん、っていう人の文章はすごく事実確認的に、うん、あのさっき言ってたさ、なんていうブランドだっけ、何マルジェラ、マルジェラ、マルジェラについてすごい俺は知らなかったこと、みんな知ってるのかもしれないけど、うん、面白いなと思ったし、うんうん、っていう感じかな。であとこの V の人はそれこそすごい独自の目線でファッションを切り取ってて、それはすごい独善的だし、うん、これがあのファッションの正しい見方ではないんだろうけど、うん、こういう見方がさたくさん多様にあるってことは大事で、はいはい、そのことを実践されてるんだなっていう点ですごい勉強になったっていうのと、あと最後に言いたかったのが一つね、津田さんっていう人の文章があって、うん、これはあんまり面白くないと俺は思ってしまったんだけど、うん、でもこれがすごくいいと思ったのが、うん、生き延べるための衣服っていうタイトルで、この人はだからサステナブルデザインみたいなことを工学部系でやられてる人の文章で、すごく事実確認的で、うん、だからこそなんていうか遊びとかは一切ないから、うん、なんていうかちょっとあなるほどって、まあ、思うんだけど、うん、だけどやっぱさこういうあのそれこそファッショニスタ的な人だけじゃなくて、うん、で海外に手を伸ばすにとどまらず、うん、そういういろんなさサステナブルデザインとかそういう視点で、はい、さっき そのスローファッションとかのことだよね、うん、っていう点でファッションを捉えようとしてるっていう、この多様性をこの一冊で持たせようとしてるっていう点で、うん、やっぱ野心的なところは変わらないから、うん、なんていうかファッショニスタほどのめちゃくちゃな爆発力はないけど、はいはい、でもなんかすげえさ、なんかどこまで行くんだこの人わーみたいな感じで、うん、すげえなって思ったっていう総論をすごく長く喋って一回返すで、まだ言いたいことちょっとあったんだけど、一、はいはい、回返します。だ俺何ね、そうこの2冊読んでさどれが面白かったってあるの？ファッショニスタは面白かったです。ファッショニスタ面白かった。一番最初の冒頭でこの2つのブランド持ってくるのが面白いと思った。一つはアンリア・リーシー、もう一つはマメですよね、うん、でこれはファッションの人間的に見たら、でしかも答えてることも超面白くて、うん、超面白いってちょっと言い過ぎなんだけど、いやもう超つけてこ若いし、うん、アンリア・リーシーはもう読んですごい分かるんですよ、うん、空気的には批評肯定的なんですよ、すごく、はいはい、あの森永さんは。だけど豆の黒コーチさんはちょっと、いや批評、うん、あんのそんなのみたいな、そうだね、そうそう、あんの、あ、そう、まあでもなんかいいんだったら私はいいと思いますけど、まあ、私はそういうのあんま気にしないでやってきますよっていう体制なの、うん、それが超面白いの、まず。あ、その後にまたそれ持ってくんだっていう、あ、すごいよね。そう、立場 そのなんかすごく分かりやすい立場でこうお互いを語らせてて、でなんかそれがね、まずあのファッショニスタの冒頭ですごく面白かったことかなと思います。はいはい。であの今ね、ふまくんの話を聞いてて、ね、うん、ずっと、うん、でそれは俺すげえ思ったのが、うん、あ、やっぱりあのなんだろう、見方全然違えんだなっていうのがあるわけ。いや
あの具体的に言うと俺の見方と熊くんの見方が違うだけだから、うん、まだあのそのあれなんだけど、例えばファッション側でインテリな人とか、うん、あとアーカイブとかをちゃんとしっかり持ってて、うん、ある程度そのバニタスとかファッショニスタを読んでも、あこういうことね、はいはい、よくわかるよっていう風な知識を持ってる方にとっては、うん、もしかしたら熊くんの今の論考みたいなのがすごく当てはまるかもしれない、うん、けど俺知らない側だから知らないんだけど、うん、なんかこうなんていうのその批評的な、うん、あの目線で見れるじゃん。でもはっきり言って俺たちにまだ批評っていう土俵が根付いてないから。いやでも俺そんな変わんないけど、いやいやいや、ま、でも言っとけど変わんないよ。なんだろう、あこれが批評なんだっていうまずファーストインプレッションがあるわけ、うん、でそこがまずいいんじゃないと思う、まあ、俺はまずそこを感じるぐらいでいいかなと思う、うん、この文章が一体今どういう位置づけで何をこう語られてるのかっていうところはとりあえず置いとけと、うん、でも絶対多分ね、あの僕が、まあ、おすすめしたいんですよ、単純にこの2つを、うん、みんなに読めと言いたい、そう読めって言いたい、安倍のこれを読めだな、ね、なんでかっていうと共感する部分は必ずあると僕は思ってます、これを見て、うん、で僕は必ずあってもう線引きましたし、うん、これいいこと言ってるよこれっていうのあって、そのファッション的にもね、今の時代感的にもこれすげえいいこと言ってるっていうのは線が引かれてるわけ、それは多分ね他の人にも絶対共感できることだから、はいはい、しかもね知ってるブランドが結構出てくるんですよ、うん、特にね孫園読んでたやつ、文化の人間ですなんてさ、毎月ね孫園、うん、配られんのよ、あ配られんだ、そうあれね勝手にね購読されて、もう勝手に金払って毎月出ると配られんの教室で、だから孫園みんなある程度こうよ読んでるわけよ、うん、で今東京で流行ってるとか、あとこう有名なデザイナーって誰かっていうのは大体頭の中に入ってるわけ、はいはい、だからアンリアレイジが出てきたのも当然だし、うん、マネがこうやって特集されるのも当たり前っちゃ当たり前なの、うん、はいはい、マメ出てきました当然ですよねっていう、孫園、まあ、読者にとっても知ってる見知ってる名前なんだ、そうそうそう、もう東京コレクションとかに興味がある人たちは、うん、もう孫園読んでないね、そういうファッションクラスたちはもう当たり前のブランドが当たり前のように出てきてるっていうか、はいはい、でもそれがまた違った側面で今まで語られてるっていうのは絶対に見た方がいい、だって当たり前だけど孫園でこんなこと語らないじゃん、うん、そうだ、マメのどこが良いかとかどういう着こなしが出るかっていうのが雑誌で語られてるわけでしょ、そうだね、そうだけど今この批評とかのこの批評誌っていうのは、ま、あのインタビュー最初のファッショニスタとか結構インタビューが多いから、そうだね、あのこの人はどういう風な考えをして作ってるんだよってのをいかにみんなに知ってほしいかっていう気持ちがすごく伝わってくる、うん、でそれは絶対ね今の空気感的なものも含めて必要だし知っとくべきかなと思うんですよね、うん、アートとかはさそういう動きってもう当たり前のようにあるわけ、どういうこと？だから例えば、うん、まあ、それは絶対あると思うんだけどさ、このアーティストさんが展覧会やりました、でそのアーティストさんはどういう気持ちでどんなコンセプトでこの絵を作ってるんですか、造形を作ってるんですかっていうのはインタビューを毎回こうして、いやもうそれはもう本当ね、うだるほどあるだよね、でも本当美術手帳だけじゃなくて、うん、もう芸術新潮にしろで、うん、ネットにもいっぱいいろいろ載る、でもさ驚くかもしれないけど俺の感じはねあんまないんだよファッションって別に、あそうし、みんなそこに対してすごく興味持ってるかって言ったらやっぱり男の方がさ頭固いじゃん、うん、だから男ってなんでこのブランドがこれを作ってるのかっていうのは知りたがるんだよ、だけど女の子って別にそんなどうでもいいの正直、いかに可愛いか自分にとっての金銭に触れるか、うん、だからこのブランド、そうそうそう、このブランドがいかにどんな、まあ、意図を使ってるとかは結構重要かもしれないけど、どんな考えでどんなコンセプトでとかいうのはあんまりね興味ない人が多い、一般的には興味ない、一般的には興味ない、うん、だから黒河内さんがこういう風に言ってるのはよくわかるわけ、うん、女の人は結構こういう考え方多いよなっていうのは、あそういう感じで言ってた、うん、うん、なんていうのかな、その別に押し付けたいとは思わないし、うん、私がこんなコンセプトで作っててっていうのを事細かに言うことはしないと、うんうん、みんなが別にこう感じればええやんっていう立場の人じゃん、それ女の子にすごく多いわけよ、うん、ちょっと一つぶっ込んでいい？どうぞ。あのね、今ちょうど読んでた本で、うん、科学を語ることはどういうことかっていう本を読んでたの、はあ、でそれは後で第3部で紹介する、うん、あの宇宙の本を読んだ後で、うん、宇宙熱が爆発しちゃってちょっとビッグバーンを起こしたから宇宙の本をちょっと読みたいなと思った時に、うん、あの東大で宇宙を教えてる須藤さんっていう教授の人と、はい、あとね科学哲学者の伊勢田さんっていう人の対談本なのよ、うん、でこの本読んでるとすごいね、伊勢田さんすごいなっていうか頑張るなって思うのはどういうことかっていうと、うん、理系と文系の対立があるじゃん、あ、このあとちょっと喋るから、うん、理系と文系の対立があるじゃん、うん、で理系の人からすると科学哲学っていうのは、うん、哲学の中でもその科学についての哲学なわけ、うん、あでもこっから前提説明しないとややこしいからちょっともう超省くけど、うん、だから理系の人はさ科学哲学者にさあんま信頼を置いてないわけ、はあ、でこの理系の須藤さんは文系のこの科学哲学者の伊勢田さんに対してもう今まですっごい、ね、辛辣なことガンガン言うわけよ、うん、理系として本来は科学哲学っていうのはその
科学の進展のために支えてくれたりとか、うん、いろいろ助言してくれたりするものとして俺は思ってたけど、うん、科学哲学から今までアプローチがあったことはほとんどないだろうし、うん、科学者も科学哲学のことなんてどうでもいいし、うん、当てにしてないみたいなことを、うん、科学哲学っていうのを学問としてやってる人の前で言うわけよすごいでしょすごい。でもね、これがすごいファッションとの関係に似てるなと思ってて、俺に思ったのは、その理系 の, その宇宙学者の須藤さんの方はファッションを実際に着こなしてる人とか、うん、あんまり言語を要さず作ってる人、うん、でもどん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 なんかやっちゃってる人、うん、それが好きでなんか、うん、で一方でそれをちょっと客観的に捉えたりとか、うん、意味がどこにあるんだろうっていうのはやっぱ科学哲学者は考えるわけよ。考えるね、うん、哲学あの、うん、こういう風に説は変遷してきたけどそれがどうなったかとかさ、そういうのをさ文献とか探りながら考えたりもするわけよ、うん、っていうのですごいこっちの伊勢田さんがさ押されてる状況っていうのは分かるわけだから、ファッションであってもさ、この宇宙物理学者側からさ、科学哲学者側に言うのと同じようにね、ファッションの側もファッション着こなしてる人とか、うん、言葉いらないって言ってる人が、うん、多分この科学哲学者イコールファッション批評家に向けて言うと思うんだよ、うん、あなたたちはいろいろ言ってるけど、うん、あなたたちから私たちに何か寄与はあったかと、今まで影響を与えたことはあったかと言うと思うんだよ、はあうん、私たちは私たちでいろいろ考えて、うん、やりながら考えてるんだから、うん、あなたたちみたいに手を動かさないとか介入しないで考えてることだけやられてても、うん、私たちは影響を受けないし、うん、これからも影響を受けないし、うん、意味があるとも思わないよっていうことを、うん、もっともだなっていうのをすごいね照らし合わせて思ったのよ、うん、っていうことで一応31分になって2部が終わったけど、うん、もう3部もうちょっとやってもいいね。そうだね。それはそこで終わんの？その今の話をさ、今の話が冒頭に あって、うん、あのその対談が始まっていって、うん、でまだ読んでる途中なんだけど、うん、あのソーカル事件とかさ、いろいろそういう物理学者側からあの科学哲学が適当じゃんっていうさ、いろんな事例を挙げられて、うん、で伊勢田さんがそう必死でいろいろ言うわけよ、うん、言うわけで、多分最後の方には少しお互い分かり合えるかなっていう感じの対談集で、まあ、いつかこれはちょっと本として紹介したいけど、いつかの週にね、うん、はいはい、っていうのもそういうことがあってちょっと似てるなと思ったと、うん、ああそうですね。まあちょっと締めが悪かったけど、うん、あだから次第3部のちょっと冒頭で、うん、俺はカオスラウンジらへんのことについて喋りたいと思う。あ、カオスラウンジ、うん、じゃあ一回ここで終わります。はい、じゃあ第2部終了ということで、ちょっと後半もちょっと第3部ファッションで、はい。